23時より、火災テレビさん、フジテレビさんで放送されます。23時からですね、放送されます。ホスト相続しちゃいました。放送第9話です。マサティの過去がわかるかもしれません。お時間が許す限り皆さん、僕もリアルタイムツイートするので見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。たくさん感想も言ってくださると嬉しいです。結構ちゃんと見てます。はい、またね、19日にはね、そのイベントがねあるんですよ。だからですね、もうどんどん終盤に差し掛かってますけれども、まだまだ楽しめるんじゃないかなと思います。なんか今日はこういう気分ですね、喋り方が。なんか今日宇多田ヒカルさんを聞いていて、体の中のグルーヴが弾んでます。ずっとすごいです。どこのカラコン？あれは、あれはわかりません。僕がカラコンのブランドわかると思いますか？わかりません。ごめんなさい。なんと大丈夫ですよ。ありがとうございます。ヨシアキくん、ヨシアキ久しぶり。カラコン普段つけないですよ。自分でつけらんないんだから、つけられるわけないんだから、怖いのよ。絶対カラコンどこなんか知らないじゃん。バカにすんなよ。知らないよ。バカにすんな。あとね、8月18日にですね、東京某所にて、ソータのね、ファースト写真集、ソタボンと、僕のファースト写真集、コンタクトの、行動イベントがあります。もしよろしければ、皆さん無理はせず、会いに来てくれたら嬉しいです。撮るときもやってもらったの、全部やってもらいましたよ。僕はもうこうやって目をパカッて開けてずっと待ってるだけです。お願いします、一思いにやってくださいって感じでやりました。いやー、それにしても本当にアリーナライブ楽しかったな。次の日はですね、あ、体錆びてんなと思いました。ギシ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 ってなっちゃう。誰かにやってもらうのやっぱ怖いって言うよね。俺はその人を信用してるから怖くない。自分の方が信用できない。自分の方が何億万倍も信用できない。本当に絶対やるもん俺。こうやってやった時プシッて距離感わかんなくてプシッてやる、絶対。だから無理です。いや無理。静かにしてください。無理。前髪の位置多分間違えてると思う。お前わざとだから、やめてよ。わざとあんま言わないでください。さあ皆さん、それでは23時にまた会いましょう。こんな夕方にもかかわらず 1.3 万人の皆様が見せてくださいました。
ありがとうございます。髪型ですか？こだわり？特になし。なし。じゃあ皆さん、またね。僕は今からチューイングキャンディーを食べないといけないので、一回ドローンします。いつも皆さんお疲れ様です。それでは皆さん、またねー。見て、珍しいでしょ。ほら、なんでこれ隠してたのにみんな前髪が変とか言うんですか？隠してたのはい、許さない。皆さんを許しません嘘です。じゃあまたね皆さん、いつもお疲れ様です。